君たち女の子、僕たち男の子、へへへい、へへへい、おいで遊ぼう。僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのは任せてほしいのさ。へへへい、へへへい、夢があふれる息どの人生大事な時間、青空に日が光る明るい風の中、髪をなびかせてゴー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 。微笑む女の子、見つめる男の子、へへへい、へへへい、愛の雨降る一度の人生大事な時間。泣いてる女の子、振り向く男の子、えへへい、えへへい、胸が震える、一度の人生大事な時間。あの瞳、好きなんだ、花火が上がるんだ、二人で手を取り、ゴー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 。男と女の子、心が触れ合えば、へへへい、へへへい、おいで急ごう。僕らの世界へ裸足で行こう。はい、こんばんは。今夜はね、郷ひろみさんのデビュー曲の、今から44年前ね、のヒット曲、男の子女の子を歌いましたね。そういうね、はい、どうも、はい、さて、どうもこんにちは。今夜もね、2016年3月の8日、火曜深夜の生存確認ですね。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもこんばんは。おまわさんこんばんは。昨日より遅く、早かった、よかった、よかった。まだ1時台だ。うん。今日も0時に終わっちゃったけどね、多分明日も遅いと思います。ああ、くたびれたね。まあ仕事があるのはいいことだ。ね。まだ3月の半ばだもんな。年度末何やかんやあるからね。うん、疲れるね。くたくたよ。昨日なんかほんと、3時間寝てないから眠い眠い。で、昨日よりは寝れると思うんだ、今日。5、4、5時間寝れると思う。よかったよかった。はい、こんばんは。さあ、早速ね、もう一回行こう。今日は男の子、女の子ね。最近来た人はね、わかり知らないと思うけど、結構ね、もう何年間もこうやって配信やってっからさ、この歌を何度もよく歌ってます。久しぶりにね、男の子、女の子歌ってみました。じゃあもう一回。今夜は郷ひろみさんの男の子、女の子ね、こんばんは。どうも。A さんどうもね、はい。君たち女の子、僕たち男の子、へへへい。へへへい、おいで遊ぼう。僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのは任せてほしいのさ。へへへい、へへへい、夢があふれる一度の人生大事な時間。青空に日が光る明るい風の中、髪をなびかせてゴー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 。微笑む女の子、見つめる男の子、へへへい、へへへい、愛の雨降る一度の人生大事な時間。泣いてる女の子、振り向く男の子、へへへい、
胸が震える一度の人生大事な時間あの瞳好きなんだ花火が上がるんだ二人で手を取りゴー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 男と女の子心が触れ合えばおいで急ごう僕らの世界へ裸足で行こう。はい、今夜はね、男の子、女の子、郷ひろみさんのデビュー曲を歌いました。はい、どうも、ここさん、MR さん、どうも、こんばんは。はい、さて、今夜も扱いいきましょうか。熱か。まだあるからね、このパック酒、これ飲みましょう。さあ、また明日、ね、缶酒。あ、おめでとうね。今日は焼きそばじゃないけどね、今日も焼きそばじゃないから、今日も熱燗を飲みます。このアルコールバーナーで、缶、ウトランギアね。はい。気をつけようか。このライターもだいぶ燃料減ってきたからな、だいぶな。あ、ついた。なんとか。じゃあ今日もね、熱燗セット持ってくるね。今日も熱燗セット。まあ昨日よりか早い。つかなかった?なかなかだったんだけどね、小さい、普通のタバコつけるような小さいライトだからね、手を近づけないとね、これ、めんどくさいんだな、これ。ちょっと燃料いっぱい入れようか。燃料いっぱい入れれば、少し溢れさせて。火つけやすく。あ、火つけた、なんですか。じゃあ、今日も熱燗セット持ってきますね、火つきましたね。アスカーセット持ってきます。おなじみのクッカーとイチゴトップにね。単独行こうか。みんなそうでしょ、底辺の人は。みんな底辺は。底辺労働者ってこんなもんよ。じゃあ飲もうか。大丈夫ね。じゃあ缶付け開始。はい、どうも。缶付け開始しました。はいね。じゃあ缶できるまで今日はつまみ作ってくる。今日早いからさ。ちょっと炒め物作ってこようか。今日早いから。昨日よりかは早いから。昨日2時ま、3時前後だったもんね。昨日よりか1時間、2時間ぐらい早いからね。うん。ちょっとね、今日のつまみ。今日は台湾の駅前のグルメシティでね、
お肉買ってきた。豚肉レバー小さいパックのこれ143円の半額だったんで、これ見るかな、レバー、豚レバーで143円の半額。あ、プラム肉か、僕は使うね。とそれと豚バラ肉230円のね、200g ほど入って230円の 20% 引き。じゃあこれを炒め物してこよう。豚切らないでいいね。豚は油多いからね。豚レバーだ、豚バラだ、レバーも切ったんで、今日はこれ豚レバーと豚のバラ肉の炒め物ちょっと炒めていきますね。じゃあこの2品2つ使って、これで最初に豚レバー炒めてね、で途中からでこれ入れて、そんな感じで炒めていきます。下、まあ塩炒めね。
帰ってきました。勝負の。まだし。つかないかな。あ、つかまだか。今日はね、豚レバーと豚のバラ肉の醤油炒め。どうも、あ、MR さんどうもね。今日はこれ、豚レバーと豚のバラ肉の塩炒め。これ、キャベツの、あれ、なんだって、刻みキャベツの上に乗っけてね。で、またいつものように、これ入れようか。一味唐辛子。いい感じでしょう。あ、いただきます。ちょっと振って。これは、うまっ。おぉ。うん、これじゃん。野菜も蒸されていいと思うの、これ。キャベツもね。こんな感じね。レバー。確かまだか。ごちそうだった。見た目も早かったからね。今日はこれね。うまうまそう。もう一回。豚レバーと豚のバラ肉ね。刻みキャベツの上に乗っけてね。今日はこれをで扱いこうかな。うん。感じ細、もうちょいか。感じ細かったか。じゃあ豚、今度豚バラ一枚いこうか。こういうの油肉大好きなんだけど、豚バラ肉ね。ね。わかる。知らない。うん、うん、有名なのあるよね。YouTube よく出てるよ。大食い用、大食い小用たちの食堂みたいな。それかな。YouTube、なんか関西系のテレビ番組で取材したやつのアップしたのなんか見たような気がする。それもしかして。違うかな。そんな感じよく見たことある。よくみんな僕食べるの好きだからさ。そういうの。大食い小用たちのお店みたいなの。よくあるよね。YouTube で見たことあると思う。名前覚えてないけどさ。あるよね、そういうお店ね。すごい大食いのお店。大盛りとか。一人前の焼きそばっていうのはものすごい量とかさ。そういうの嫌かな。焼きそば頼むと一人前って言ってるはずなんだけど、このものすごい量とかさ。そういうお店よく食って、各地にあるよね。首都圏だったらさ、千葉県の野田んとこのさ、弥生食堂とかさ。うん。結構あるんだよね。ちょこちょこっと。ところどころにね、そういうの、大食いが喜ぶような大盛りのお店とかあるんだ。そういうお店かな、万光食堂って。もう乾きながら前生存確認の一環、ちょっとこうやって話してるからね。生きてる間、生存確認の一環よ。うん。ね、もう10年以上アップしてるもんだ、考えたら。確実に10年以上 YouTube に。でも YouTube は持ってるね。あ、そうなんだ。違ったか。しらす丼か。和歌山もしらす取れるんだ。意外と。有名なんだね。そうなんだ。しらすってさ、あれ。相模屋が有名だから、そっちも有名取れるんだね。うん。レバーうめえじゃねえか、レバーの炒めたの。うまっ。キャベツ、刻みキャベツ。もう食べようか。もうそろそろ。今日もね、カップだけの使い回しでいきましょう。まだぬるいやろうけど、ちょこっと我慢できないんで。
乾杯。あ、もう言ってもちょうどいいや。じゃあこれ飲んじゃいます。はいはい、乾杯。今日も熱燗です。今日2杯飲もう。2本飲もうね。日本酒らしく2本飲もうか。2本いきます。2号ね。今2号どうしますか。昨日より早いからさ、2本目も返しとこうね。こんなもんで乾杯し、はい、乾杯。万光商店か、いろいろあるんだ。今度検索してみようね。覚えてたね。で、和歌山か。うん、まあレバーね、レバーで明日か。ああ、ああ、うまいじゃないか。豚バラ肉いいね。こういうの大好き。豚バラ、この脂の量がいいね。もうこういうの好きなの。脂ベトベトがね、もう、うん、あー、古いね。これから明日、これ今夜、これからか、これから明日、明後日天気悪いみたいだけどさ、でも週末は天気みたいね、よかったね、それはね。水木金ぐらいと悪いみたいね。でも土日も回復するみたいね、よかったよかった。豚バラ最高だよね。あれ
なんか変だな、今日アルコールバーでも、なんか異物が詰まってるな。豚バラ肉、赤いのがとも一味唐辛子ね。うん、うまい。こんにちは。あ、どうも。今夜マツカ飲んでます。どうもね、こんにちは。今日も昨日より早かったね。昨日よりかね、まだ1時間だもんね。うん、昨日は遅かった。まだいいや。昨日みたいになるとね、まだ1時だったと深夜感覚だもん。深夜、昨日なんか夜明け近かったもんな、あれな。あれは辛かったな、昨日はな、あれ。ああ、うまいね。じゃあ豚バラ肉、豚バラスライス炒めたやつに塩炒め。うん。スザメキャベツの上に乗せて、あとレバーね。うん。ああ、最後の最後の豚バラ肉食べて。うん、満開ですね、満開。うん、この間そうだった、あれなんだっけ、里見公園なんか。うん、満開だったね。旭川市か、北海道の真ん中だよね。ちょっとね、札幌と稚内の間合ってるよね。札幌と稚内の間だよね。ね、合ってるよね、その辺の場所は。場所ね、合ってる時代だ。ね、札幌と稚内のほんと半ぐらいのとこだよね、旭川って。北海道か、行ったことないの。本州出たことないからね、本州出たことないんで、全然。あ、そうね、そう、もう来たね。うん、さて、もう、じゃあ2合目行こうか。2合目行きます。もう刺激しちゃっていいやな。じゃあ2合目行きます。暑か、今夜も暑かんかったんです。いや、いいね。はい、ちょうど一度。はい、乾杯。やっぱ缶だけがいいね、僕試合よりな。夏場だったらさ、吉野家で飲み配信やろうかな、夏場。吉野家は冷酒だから、あのね、冬場冷酒飲むのつまんないからね。
キャベツ。レバーの塩炒め。豚レバーね。うん。どうもこんにちは、夜間さん。どうもね、今夜も熱燗飲んでますよ。燗酒です。もうこれのね、いつもの一杯って感じで。じゃあレバーの塩炒めで、まずキャベツね。キャベツ、今度もね、青空ね、焚き火やるからね。あれ、焚き火って直火じゃないからさ、僕。じゃポケットストーブのようなさ、小型のウッドストーブでやるね、焚き火ね。いいのよ、あれ。最高だよね、あれ。十分変わったよね。初めはバーベキューが始まったのよね、木炭とかですね。今は違う、焚き火だもんな。うまい。うん。キャベツね。キャベツの、あれ。ざく切り、キャベツの、パスタ。塩炒めの肉が染みて、やっぱうまいね、こうするとね。うん。レバーと豚バラ肉炒めた、このように乗っけたから。そんなんないか。最近はね、焚き火の、ウッドストーブで焚き火して、それでね、炒めてやってますよ。うん、この間もそうだったよ。うん、この間もウッドストーブで、焚き火やって、その炎で、フライパンで炒め物を。この間はニンニクと、豚タンを炒めたんだけど。今日大体ニンニクだよく炒めやすいから、ニンニク。バーベキューはあれ、串焼きのことだからね、あれね。結構検索したらわかるよ、バーベキューって。串焼きだからね。うん、串焼きのことね、バーベキュー。焚き火の方がいいや、やっぱやってみると。焚き火でも焼き肉できるもんね。焚き火で、あれ、ウッドストーブでさ、焚き火やって、その炎でさ、フライパンとか乗っけて炒めても。いいよ、なんかうちもよくやってるから見るでしょうね。うん。焚き火キャンプ。カーソーで2回やってます。キャッチカーソー2回。学校場所は結構もっと多いかな。一番多い。うん、学校場所は交通費だけでもかかるの。カーソー。一番最初は土カーソー2回続けて行ったんだよな。土カーソーはキャンプ場で、だから有料なんだけど、自転車と人はあそこ。あそこでさ、薪とか木炭買えるしさ、飲み物を買えるからね。うん。その手にあれ、月川荘だったら、ちゃんとキャンプ場だった。当たり前だけどね。なんとかキャンプ場って言ったら、そういう名称だったらさ、
まあ、当然有料でお金かかるけども、まあ中で木炭とか薪とかさ、飲み物買えるからね、持ってかなくても。あれ、学校橋ガールみたいに川だったらさ、その辺注意しないとね。なかなかね、雨の時なんかね、薪とか大変だからね。キャンプ場ってついてるとこだったら普通にさ、ちゃんとした、で、前日まで雨でもさ、巻き替えるからね。あれはいいとこ、いいとこ。ね。飲み物も軽いね、売店があったらね。学校橋からはね、最寄り、そうね、売店、当然普通の何も、まあ無料だから何もないからね。最寄りのコンビニまで歩いて20、30分とかあるぐらいだから。まあ、それで車だったら関係ないけどね。土乾燥だったら、ね、食材だけ持って、食材、肉とか野菜とかだけ持ってけば、飲み物を買えるから元気で、まあ、その点楽だよ、だから、キャンプ場だったらさ、だいたいキャンプ場内で、薪、木炭、飲み物は買えるんで、多少高くてもね、まあ、トータルしたら、まあ、そう高くないと思うんで、持ってくる手間しも考えたら。だから家から持ってくるのはさ、肉とかってそうでしょ、量販店で買った方が安いからね、肉とか野菜買って、まあ、持ってって、現地のキャンプ場で、薪とかさ、もうは薪ね、薪とか買って。そうすればいい、キャンプ場の良さ。でもお金かけない、お金で1000円ぐらいかかるからさ。土乾燥は嵐山石ね。で、学校橋から隣の土の前石もあるじゃん。キャンプっていいな、ほんとね。たまんない、キャンプは、ほんと。また行こう、キャンプ。休みの時ね。うまいね、食べる。食べるの？なんだっけ？刻んだやつね。雑談です。ああ、もう今日これ2本飲んだから。でも、1合ないね、これ。この時点で。でも、まあ、ちょこっとあるから、そんな感じ。鶏皮ね、鶏よくね、安いもんね、あれ。鶏皮炒め。孤独のグルメ、吉田類もいいです。勝彦の配信も大好きです。ありがとうございました。孤独のグルメ、吉田類さんと並んで活躍、いいね、そういうこと、ありがとうね。どちらも男一人が主役だからね。美味しいよね。あ、今度やってみようかね。と、この間、知ってる、この間、なんだっけ、この間、新一番ギト通りさ、セブンでさ、焼肉のタレ買ったでしょ。あれまあ残ってからね。あれもいいだろうね。あれ使ってね、いいかもしれないね。新一番に行った時に、あれ、好きや、あれ、焼肉のタレで炒め物したんで、あれ。あれ、当然残るからさ、一回は使い切りなんで、まだあるんで、あれ今度使おうね。新一番、あそこいいよ。駅から近くてさ、で、予約なしで使える、各地の使える公園があって、あれ、
ね、新一番もだって、最寄りとあれ、国電もあるし、営団もあって、駅からもう5分ぐらいのところに公園があって、コンビニもあって、すごいいい場所なんだけども、来年ぐらいからもう予約制になっちゃうんだみたいな、あそこに改装してね、ちょっと悲しいよね。今年いっぱいだと思うよ、予約なしで使えるの、新千葉ふ頭公園。この間行って驚いちゃった、って予約制になるみたいね、新千葉ふ頭公園。そう、まあしょうがないね。書いてたことを知るように、なんか、だからそれに向けて公園の整備が入るみたいでね。今年で来年からそういった予約制のアウトドアになるみたいね。予約制するんだったらキャンプできるようにしてほしいな、キャンプ。あそこ海が近いからさ、キャンプもいいと思うんだ、日の出とか見るのに。新千葉ふ頭公園。もうそうしてほしい。予約制するんだったらさ、キャンプもできるようにしてほしいよな。お酒美味しくいただきましょう。2合ね、今日2合、これ2本、2本、2杯ね、2杯、2合ほど美味しくいただきました。ああ、うまかった。暑くな最高、ね。今の季節は、で、まだあったかいとはいえ、所詮まだ冬だからさ、暑くな最高だよね。はい、どうもね。あ、キャベツを食って。昨日より早い。飲み食いしてまた2時前だ。昨日始まったの2時回っちゃったもんな、家帰ってな、話し始めたもんな。昨日より多少早かったね、この時間に。なんとか終わったね。美味しくいただきました、キャベツもね。今日はね、刻みキャベツの上に塩炒めのレバーと豚バラ肉、豚バラスライス乗っけたやつを乗っけて、それで食べた。じゃあ今日はこの辺でいきます。終わります。おやすみなさい。今日もね、おやすみね。今いる人、おまあさんと MR さん、おやすみなさい。また明日。午後1時からが、どうもね。まあ、ラーメンの、未来亭ってないですよ、未来亭。未来亭はないよ。まあ、昨日はつい最近になれ、駅前、京成の高架沿いにね、高架の向かい側のところに、なんだっけ、あれ知ってる？ジロギジャンできたのね。なんか、ジロー系の知ってる？ジロギジャンっていう名前のお店。気になって、ああ、おやすみなさい。終わります。また明日も仕事から帰宅次第ありますんで。来来て言おうか。どうもそうか。どうもね。はい、じゃあおやすみね。あ、来来って言ってもんだ。未来亭じゃないね。知らないからなんだ。そういうのか全然わかんない。ないですね、街が。おやすみ。来来って言ってもんだ。ごめんね、わかった。未来亭って言うんだよ。未来って読んじゃったんで、その訂正ね。ありがとうね。おやすみなさい。また明日。